いやみんな、こんにちは。さあ来ました。雲隠れのね、どこにいたって言ってるけど、見つからない。全くどこに行ったのやら。もう少し調査範囲を広げる。なんだ。いや、外の調査はシー様がやってくださっている。俺たちはあくまでも里周辺の調査。なんだろうね。さ、田里のこととはいえ見過ごすわけにはいかない。どうした、何があった。めっちゃビビってんじゃん。風かけ様がなぜこんなところに。外交工作政策の一環、今は任官を見回っている。そうなんですか。一体何が起こっている。良ければ教えてもらえないだろうか。もしかすると俺でも力になれるかもしれない。何力を借りるまでもない。ほう。あ、わかった。そういうことね。だから捕獲するのね。はい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 。風影さんに俺が話をしておく。お前たちは他の場所を調べておいてくれ。すみません。でも二人はごもるのは無理ないんですよ。実は B さんの件でボスが腹を取ってしまいました。何B さんの修行不足。修行不足。もうラップ残味でまともに修行をやってなかったらボスにバレた。あ、だる。バレるや否や、 B さんはすぐに逃走を決めちゃって、それで俺と C さんたちに捕獲命令が出たわけ。あ、そう、捕獲指令出ちゃった。なるほど。先ほどの者たちが口ごもった理由が分かった。うちの里にとっちゃ少し恥ずかしい話。まあ分かってるけどね、性格が。あ、なんか右上に黒いワシみたいのがいる。なんだかっこいいな。まあそんなわけで、俺は里周辺を重点的に、C は里の外を調査。分かった。で、うちらはどこ行けんだ。なあ、俺にとってボスの機嫌が悪いのは大変な事態。しかし B 殿を捕獲するとなると一筋縄ではいかないだろう。ここはダルミ殿に協力すべきか。やりましょうか。いや、ここはまだいいんだよね。次だよね、この次のイベントが気になる。困っている者がいるなら手を差し伸べるべき。それがタスドのことであった。だがそれを行うのは許可を得なければならない。ああ、なるほど。戦うんじゃねえだろうな。違うよな。で、あ、行きゃいいのね、中に。一番上かな。んだね、行ける。おお、いいじゃない。あ、初めて入るわ俺ここ、このゲームでね。いや、リアルでも入ったことないけど。あー、やべえ、懐かしい。ここ、これサスケがボンって来たとこでしょ。懐かしいな。これはなんだ、2つの太陽。ああ、はい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 。あ、なんか懐かしいの出てきちゃったね。やりたいのいっぱいあるよこんなん。怖えな本当に。わざわざここまで何の用だ。先ほど B 殿が、B 殿を捜索するダルイ殿と会って、あなたから捕獲指令が下ったと聞いた。力を貸そう。その捜索、よければ俺も協力したいんだ。これはうちの問題。わあ、ね、ね、頑固者だからねこの人も、なかなか。だが今は違う。あの対戦を勝ち抜いた仲間だ。だから困っている者を助けたい。もちろんそれが里の事情に立ち入りすぎているのであれば身を引くが。よかったね。何を思っていたんだ今。ありましたねここ。さらにでかくなりよってって感じ。そんな感じ。それとも相変わらずだと。そしたら、次どこだ。待てよ、一回戻ってみるか。ああ、だね。いやー、この青いマークがあると便利だね。まあバグがなければだけど。バグがあるとマジでね、前回のね無限ループハマっちゃうからね。ああ、いや、どこにもいない。ボスとの話終わったんですね。
ボスの機嫌悪いや、まあそんな悪くなかったね。力を貸そう。それよりもビードルの捜索には俺も協力させてもらういいだろうか。うん、いや逆にいいんですか。ああ確かにな、許可得たよ。すみません。うん、ありがたいですけど、そのなんかすいませんね、こんなとこまで。俺はどこを探せばいい。そうだね、なんか3カ所ぐらい回さられるのかな。ここら一帯を調べ尽くした。あ、そうなの。少しずつ。あ、そう、え、うん、呼んでるよ。あ、あれか、場所が分かったか。おー、あそこのあれかな、ね、あの修行の場みたいなとこ。応援とはどういうこと、何かあった。うん、所詮ダリスさんが到着してから説明すると C さんは言っておりました。うっす。あ、じゃあ行かなきゃ。すみません。わかった。よし、行きましょう。いや、あれか、ガーラと B の対決か、これ。久々の。そんな感じ？どこだっけ？あった。さあ来たよ。お、すぐじゃん。もう目の前にいるんじゃね。いらっしゃいましたよ。ん？ん？なんだ。なんだ、気配感じた？なぜあなたがここに？よ。カズカケさんも B さんを捜索を手伝ってくれるということになって。おい。お前。いや違う、俺が言ったんだ。あ、そう、俺がわがまま言っただろ。今回の件に参加させてほしいと。そんな。まあいいじゃねえか、ボスも許したんだしよ。力を貸そう。そう、なんかあれか、なんかこんなくだらねえ事件に巻き込んでほんとすいませんみたいな感じなんだろうな。で、B がこの島にいることを掴んだんだが、どうやら姿をくらましている。おいおい、どういうこと。怪しい場所を調べてみるしかない。かくれんぼじゃねえか、マジで。だな、動物に化けてるとか。あ、今の落ちてきた木の葉とか。違うよな。まあ普通に入っていって、青い巻物のマーク。おいおいおい、思いっきりじゃねえか、あれじゃ。なんすかねあれ。いやいや、調べるほかないでしょ、こんなの。何これ、入ってるわけねえじゃん。タコの足一本入ってんのか。バカ野郎、この野郎。うそ、うそ、タコツボってこと。なあ、はいはいはい。さっきので隠れたつもりなんですか。いいよ。大体の話を差し伝っている。元から修行のために命令されたブラザーから。あ、そうか、これラップ調でやらなきゃいけないんだ。俺の興味をラップに一途、ブラザーの言葉に耳貸さず、へい。いいじゃんいいじゃん、こんな感じじゃない。いや絶対こんな感じでしょこれ。答えはノードでチキラッチョ。いやいやいや、あ、バトルなのね。しょっぱなバトルなのね。あ、そう。いやいやいや、いいじゃん。あれ、今思えば俺 B も使ったことねえな。やべえな、全然使ってねえわ。なんかこのね、ナルティメットストーンの方キャラめっちゃ多いじゃん。だからなんかね、使わないキャラって結構いるよね。その使いたいんだけど、あ、このキャラ使ってねえやんみたいな。いや、ガーラならいけるでしょ。ほらほらほら、もう一個攻める。さあこれで吹っ飛ばす。あ、いいガーラー逃げて。よしよし、さあチャクラを全開して。ガーラの方がまだです。いやー強いですよ。あれだな、なんか三角丸がすぐ出ちゃうな俺。同じ技ばっかりね、あと。さあ来い。やべやべやべ。あんまり身代わり使ってるとね、こういう時にやられちゃうから。いいね、ちょっと奥義フィニッシュやりたい。久々に奥義フィニッシュやりたい。よし、身代わり溜まって、ここパン。フルボッコ。あ、やべやべやべ、今クラウドじゃなかったんだけどな。はい、あーやべ、本当にやばいよこれ。ちょっとあれだね、気にしてる場合じゃない。連携奥義、待って待って、いや連携奥義したい。あ、なになになに、いるじゃんダルイさん。全然知らんかった、いるの知らんかったわ。やっちまった、これカットしちょっか。いや、カットせんでいいか今日はね。ちょっとガーラじゃない方を使おうね。ダルイさんでいこう今日は。
ほんとあれだな、めっちゃ下手になったな。さらに下手になっちゃった。やべえね、これ。まああれか、さすがに、ね、やらなきゃ下手になるよな、当たり前だよな。チェグラッチョ。ジーゲラッチョ。そんなんじゃ捕まらないで、ジーゲラッチああ、ョ。だる。いや、こういう時だけ本気にならないでくださいよ。いやいやいや、2対1で負けるわけないでしょ。リーダーチェンジするからね、今回は。ちょっとスキップしましょう。さてと、肩慣らし終わりだぜ。なんつうの？早く先に進めたい人はこの戦闘カットしていいからね。シークバーで。ポチッと。クリックか指でね。さっさっさとスライドさせりゃいいけど。いいけど。なんか俺もなんか、ラップ中になっちゃった。よしよし。これがやりたかった。マジで。あ、やべ、外してるもん、ち。これどう？ああ、はいはい、普通だね。ほっ、あー、くそ。やりたい。よしよし、かっこいいね。つかめ。おー、いいじゃん。おー、なんかやっぱ新しい技っていいな。もう一丁。これ、貯めれるかな？ちょっとその辺もやってみたい。あ、貯めれないね。わ、強いね、これ。遠距離技。いいね。ほぼ当たるもん。うわー、いいよ、いいよ、いいよ。しかも、ちょっと待って、落ち着け、お前。お前、結構攻撃力高いからね。はい。これ！あー、ダメか。ここ！ここ！当たんねえのか、あれが。マジか。こっちだよ。まあ、当たんねえよな。なんか最近の敵は普通の攻撃してても当たんねえから。よしよし。あー、もったいない。まだ身代わり使わないよ。打つか。よし、決まったろ、俺。オッケーオッケー。ラントン、ブラックハンティング。一気に片付けさせてもらうぜ。だるいっすけど。いや、普通にかっこいいよね、これ。だる。全然だる、だるだよ、マジで。めっちゃかっこいいもん。やば。この黒っていうのもまたね。終わった、終わった。かっけんすわ。よし、これで無事にクリアかな。なんかクリアじゃない気もするけどね。だってこんな目の入り口のさところでさ、一回戦って終わりなわけないでしょ。まだ逃げちゃうパターンでしょ、これ。どうなの？ Oh, no. あちこち痛い。さ、ボスのとこ行きますよ。Hey. ところがどっこいのトミー、それは俺様に激似のダミー。お、マジだ、やっぱり。やっぱそうだよな。タコ足入ってたよ、やっぱ。ってことは、まだ、俺はタコ足に負けたってことか。マジか。つまりどういうことだ。この島の中にいくつかの B の文章を感知できる。やってくれたら、あと2人くらいいるわ、これ。数で翻弄し、隙あらば島から脱出しようとしている。だったらお前の出番だな。うん、感知でいくか。それできない。タコ足分身ってのは、ああ、8秒切り出し作る分身？ああ、そういうことか。そうかそうか、全部本物のあれか。地味に探すしかない。てか、こんどこにこんなタコの足落ちたらビビるわ、逆に。まあ、この島ではビビんねえか。うん。しかも、タコ足分身ができるのは足の数、つまり少なくとも7体しかない。いや、結構いるよ。7体戦うのはちょっと俺勘弁だよ。見破れるヒント。あ、そっかそっかそっか。そういうのがあるんだ。うん。B を見て分かったと思うが、俺たちの知る B と変わりはない。うん。チェケラッチョしてるね。俺の知る B 殿の姿、おそらくは2人の考える姿と変わりはあるまい。ん？どうおかしい。先ほどの高橋分身の B 殿とほぼ同じだった。違いなどあっただろうか。本物とで違う何かがあれば、ビードルの捜索もスムーズに進む。うん。まあ、怪しいところを探すね、とりあえずは。口で言うのは簡単だが、ってやつだな。結構大変だぜ、そりゃ。では、捜索を始めるとしよう。お前は風かけさんを補佐をしろ。B が何か失礼なことをしでかすかもしれん。だな。それではよろしくお願いします。よし。よし、探すぞ。ちょっと待ってよ。これで全部戦いやったら俺きついぞ。あ、来た。キラビーのと、うん。
さまざまな壺に隠れていて、偽物も入り混じる中で本物を見極め捕獲。ヒントは現在と過去の違いにあり、シートの会話を通して違いを見つけてみよう。何？この島に B が書かれているのは間違いない。せっかくの B を見つけてもそれが本物でない可能性があるので注意が必要。何？ポーズが違うの？え、わかんねえぞ。ちょっとなんかこれは一緒だね。ちょっと行ってみようか。なんかすげえあるよ。見て、あの右上のマップ、めっちゃ矢印あるじゃん。きつくねこれ。ちょっと待ってよマジきついわ。やば、ナルトでまさかこんなね、かくれんぼゲームが出ると思ってなかった。ちょっと待って。あ、なにかわいい。なにこれ、かわいくなかった全然かわいくねえわ。さあ来たよ。いいよ。見つく、うわ、バトルじゃんマジで。なにわかる？みんな、俺だけわかんねえの。過去と現在での違い？やばいって、マジわかんねえ。てか戦わなきゃいけないんだね絶対。じゃあそうだ、ガチでやんなきゃダメじゃん。じゃあリーダーチェンジとガッツ使っていかないと。いやー、やらせないよ。まずは落ちてもらおうか。こう、ここで変える。うわ、外す。そこそこの火力はあるっぽいね。よいしょ、いいね。オン、ちょっとくるよ。外すけど当たるか。あー、やべ、ガラ、やべ、ガラ。もう必殺とかやってる場合じゃねえからなよしよしよし、いてる。やべやべやべ、まずスウェーバーな、これ。さあ、これで決まったろ。おっ、ゲイ。危ねえ。いや、身代わり便利だね。さあ、これでどうだ。これってもしかして一体ずつ捕まえては持ってって、捕まえては持ってってっていうパターン？マジか、それ。それこそカットしておいた方がいいんじゃねえか。ねえ。ここだよね、カットいる場所って。どっちかっていう戦いより。Oh, no. うん、ああですよね。マジで言ってんのこれ。めっちゃ骨折れるな。ちょっと待ってよ、結構奥の方行こうか。ここにもいるんだね。これわかんないよね、これ。でもまあちょっとあの見つけるまで戦いまくりますわ僕で。カットしてると思いますが。いいよ。あ、そういうこと？なんだよ、超簡単じゃないかよめっちゃ簡単じゃん。もうびっくりしちゃうぐらい簡単じゃん。もうごめんよみんな。そういうことね。はいはいはい、そういうことね。わかった。なんだ、何、モードが違うの？なんかそういうこと？確かにね、今まで。うん、行きましょう。いや、もう結構疲れたよ、俺。結構戦ったもん。もう、4回ぐらい戦ったかな。結構頑張ったでしょ。よいしょい。よいしょい。もうね、戦闘も慣れましたよ、だいぶ。こんだけやったらね。だいぶ勘を取り戻してきました。さあ、サクサク行きましょう。あー、サクサクやられてる。わーい。やべ、倒せ。うわー、全然やばい、攻撃違う、やっぱり。これが本物ですよ。さあ、あとちょっと。やべ。よいしょい。いや、本物はやっぱ強いね。そうでもねえか。当たってくれ。よし、決まった。マルレナで勝てる。あ、やべ勝てんかったわ。さあ行ってくれ。いいね。奥義フィニッシュじゃないよね。奥義フィニッシュが必須じゃないよね。
あーよかったよかったよかった。あぶねえ。今んとこね、全部 S だよ。無言でやった時は。ね。で、今喋りながらやっても S だから。俺は S をちゃんと取れる男としてね。まあみんなに認めてもらいたい。まあ認めてもらえなくてもいいんだけど。てか認めてもらう。ね、認め入れねえよな。こんだけ下手だったら。やっとだ。いや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 。全然もう完璧じゃなかったよ。うん。4匹倒しといたあれだけどさ。Oh, no. 見破られたサメ肌、見つかるのが、白やしい、かんだ？やべ、読めね。やはりお前が本物だったか。先に教えてくれて助かる。バカだな、こいつ。B さん行きましょう。ボスが待ってますよ。チェグロッチそんなの嫌に決まってる。いやいやいや。おいおい、待って待って待って、マジか。まだ逃げるの？嘘でしょ。滝の方行った。マジか。ちょっと待って、もう戦いたくないよ。実況としてはもうあれだよ、30分ぐらい撮ってるからね。滝の方はこっちか。あ、ワープで行けたりしないから。あ、行けるじゃん。よしよしよし。いやー、もうね、音の4人衆が出ちゃうので、サクサクとクリアしていきたいところなんですけども。さあ来た、ラストか。もしかしたら一騎打ちか。Oh, no. 逃げても逃げてもダルイあり、まさに俺様八方塞がり。さすがダルイさん、どうだ、逃がしはしなかった。そろそろ観念して戻ってください。本当だよ。Hey. 戻る気はないよ。さらさら拘束される気必要もない。今さらマジで逃げるのか。え、何、Alright. こうにゃる出すぜ、俺の本気。あ、来た来た来た。おお、マジか。おいおい、ガチじゃねえかよ。やはり一筋縄ではいかないか。協力を申し出て正解だった。へえ、本当だね。最後の抵抗で言ったところだろう。ここで仕留めればおとなしくなるはずだな。いやいやいや、やばいだろこれ。ねえ、ういーじゃねえよお前。本気出しすぎだからな。え、衣踊り戦うの、マジで。やった、楽しいじゃんこれ。いや待ってた、こういうの。でもナルティメットストーム1とかみたいな、ああいう戦闘じゃないんだろうね。普通のだよね。やっぱそうだよね。うわぁ、えぐこれ。ちょっと待って、勝てんの本当に、大丈夫か。えぐくね、これ。遠距離で攻めた方がいいんじゃね。ねえ、これで、あ、うわぁ、待て待て待て、おいおい、美女18番来て食ってるぞあいつ。いってててて、これあれだな、もうこの辺でポコポコ打っとこう。あー、めっちゃ食らってんじゃん。めっちゃ食らってる、食らってる、食らってる。くる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 、やばいやばいやばい。これ当たる全部。あー、当たっ、うわ、やば。ゴリ押しがパネ、相手の。わー、そうか、吹っ飛ばねえもんな。やべえな、めんどくせえな、これ。どうする。よしよし、くらえ。いやいや、食らってるね。めっちゃ食らってるな、あいつ。なんかもう、ちょいちょいちょい、待て待て待て、いてててて。結構食らってるモーションとか出してないけど、やべ、まずい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 、待て待て、落ち着けよお前。マジで落ち着けってば。さあ、チャクラ食べたい。うわー、無理か。いや、これきついぞ、結構やばいな。うわ、やっべ、マジ死ぬ。うつ、木村、はっ、はっ、入ってくれ。バカ野郎、終わった。やば、強っ。ちょ、相手は最初から覚醒状態なのか。いやいやいや、これはやべえわ、楽しいわ。ちょっと待って、最後必殺技決めれたらな。どうしよう、ガードしっかりしていけばいけるのかな。なんかガードを思いっきりぶっ破された気がするけど。あ、戻るのね。やるな。いや、さすがに強いな。本当だよ、okay. ガチじゃねえかよお前。いや、まだ逃がしませんって。2人の限界まだまだそこらしい。瞳は死なず悔しがりたり。え、今俺噛んだな。よし、2回戦目いきましょうか。まあしっかり勝ちましょう次は。あ、こっちか。必殺技入んのか。入ったら解けないかな。でもね、普通の対戦だとね、覚醒してて消費空いてればね、覚醒解けるんだけど、これは無理だよね、おそらく。デフォだもんね。さあ行きましょう。
まあ、ここはこの技で攻めすごいな。普通の殴りもちょっと待って、ほんま半分持ってくかよ、マジか。半分はえぐいって。暗いもう一発暗い頑張れダルイ、後ろから行ってくれ。いいんじゃない、だいぶいいんじゃない。吹っ飛ばないのがね、ちょっと本当にな、生身の人間に生身っつうかあれだけど、うっそマジでやばい、これもダメだ、もう勝てん。手を貸せ。来た、痛い、よかった。勝った。危ない、ガチで今最後本気やったからな。絶対防御は何人も破ることはできない。なんかもう割とこれうまくいったら勝てるんじゃねえかって思いつつも、俺の体力見ててやばいと思ってて、終わった。必死に必死さぞぞぞ、風影として俺は負けられない。いやえぐいわ。いやこんだけね、あの敵の攻撃力が半端ないと、なんつうんだろう、楽しいね。なんか強いってより楽しい。なんか完全にハンデつけられてるような気分だけど、いやでも無事に勝ててよかったよ。さあやっとだ B、 お前俺に相当な時間を食らわしてくれたな。ふーだよ本当に。Oh, no. 集中はご無体、体ボロボロなんてこったい、パンナこったい。勝負あり、なんだ。おい、ああなんだ、ちょっとたま、今のは腹が痛かった。何、どういうこと、やり直しを要求。お前ふざけんなよ。頼む。うん、 B 様を連行して、拘束、あいけるいけるいける、拘束しよう。すみません。このアングル最高の。さすがの B も最後はラップじゃなかったな。いやー平和だね。こんなバカもんが。いや平和ですよ。対戦が終わってからというものの、いつまでフラフラと。お前には100倍プロの修行をした。体が悲鳴を上げるまで、うわーかわいそう。風掛けたち手合わせやった、みっちり。村さんと仕事しなくてもバッチリ。なんだと。いやーやめとけって、もこれ以上は君をあげるまでと、それがお前に対する修行だ。Oh, no. さようなら B。 あこの投げ捨てられてる B 見たくない。え、これで無事にクリアだ。心中お渡しします。本当そうだね。いやとんでもない、楽しかったよ。俺は大したことはやってない。謙遜しないでください。風掛け様がいなければ B は捕獲できなかっただな。あそこまで抵抗されたら本当だよ、抵抗しすぎでしょあれ。すみません。本当なら礼とかしなきゃいけないんだけど、あまり気の利いたものがなくてすみません。いやとんでもない、代わりと言っちゃうんですか。その遅れで困ったことがあったら言ってください。まあ俺のなんかの手でよかったらいくらでも貸すんで。あ、これが次のイベントのあれかな、フラグかな。もちろんボスの了解が得られればって条件がありますが。ああそれでもありがたいことだ、感謝する。ラルイと風掛けか、なんとも珍しい光景だな。だがもしかするとこういった些細なことから里同士の結びつきは強まるのかもしれないな。あーなるほど、これ見てたのか今、あの風影としての素質を。そして無事にクリア。この結果が先に繋がる。で次のイベントがね、何さん、何さんじゃなくて A さんだけど、隣にいらっしゃるじゃないですか。あーじゃあ次はこれか。はい。何や、伝言を持っている、持っている。ほえー。じゃあ次のイベントはこれやって、で最後になるといきましょうか。そうだね、それの方がいいかな、順番的に。でそしたら、ガラデンは終わりですね。で多分ガルデンがちょっと終わる頃に、次の日ぐらいに音の伝、なんていうの、四人集伝っていうの、まあが出ると思うので、それもやっていきましょうか。それでは。
今回もご視聴ありがとうございました。次のパートでお会いしましょう。バイバイ。